さん、徹夜でしょうか。学校行きながら連載してるなんて、やっぱりすごいです。あやもうドーナツ切れちゃったんですよ。なんかもっとこれから新しい味のドーナツとか。この色気、さすがティーンズラブ漫画家さん。学校に行く時も常にいらしいことを考えて気分を高めて。締め切り前なの疲れてるの。2日連続徹夜？今月ページ多くてカラーもあったから。2日も徹夜したら眠くもなりますよね。色川、この英文を訳してみろ。はい。今夜あなたの家に行ってもいいですか。締め切り前のルキさん、破壊力すごいです。自分に向いてない漫画を描いてるんだから。向いてなくないです。ユキさんの天職かと。にゃーにゃーにゃーおすちゃーん、にゃーおすちゃーん。そんなことできないですよ。大丈夫、小夢ちゃんならできるわ。これは